はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、恵比寿。これね、なかなか売ってなかったんですよ。こちら、プレミアムエール。恵比寿のプレミアムエールってやつですね。こちらは通年販売するみたいです。はい。濃密な香り、コク、その余韻。アルコール度数 5.5% で、麦芽 100% の生ビールです。原材料が、麦芽括弧外国製造または国内製造括弧、5% 未満。ホップです。外国製造または国内製造 5% 未満か。まあいいや。まあ、エビス系は、ラベル変わってから、まずくなってからずっと買ってなかったような気はします。うん。はい、完璧。色は、茶色っていうか、カラメルっぽい。黒ビールというか、あれでね。何ビールだっけ？うん。琥珀エビス的なやつですね。ほんのりペールエールの、柑橘系の香りが味っていうかしますね。うん。まあ、プレミアムエールって書いてあるわけだから、まあ、ペールエールの、感じなんですかね。おそらくね。ペールエール系統の、多分外国産って書いてあるから、外国産の麦芽使ってるって書いてあるから、多分、それでしょうね。多分ドイツとかの麦芽。を使ってるのではないかと思われます。公式サイト見ましょう。あれ？あれ？これ、何これ？タンブラー？何？タンブラー？あ、これ欲しい！タンブラー！これ、エビスなんですよ。で、ここのラベルが、金色で、さらにエビス様も、いる、これグラスっすね。これ欲しいな。2020年に130周年を迎えるエビスビール。長い歴史とともに本物のビールの、追求をしてきました。これまでもこれからも、うんたらかんたらって書いてあるんですね。これ欲しいんだけど。どこで売ってんのこれ。どこで売ってるんですかね、これ。まあいいや。そう、現在、4月の25日なんですが、このプレミアムエールというのが発売したのが、いつ発売したんだ？結構前ですね。うん。2月19日って書いてあります。あ、やっぱあれなんだ。で、ふくよかで香り、が高いと。
で、上面発酵のタイプのビールですって書いてありますね。まあ、いわゆるペールエールとエール系の、上面発酵と下面発酵の、まあ、違いでしょうね。普通のピルスナーとか、まあ、そこら辺のスーパードライとか、まあ、ラガービールだとか、そういった類は基本的に、まあ、下面発酵といって低温、括弧6度から15度で発酵させるのに対して、エールビールというのは上面発酵といって、やや高めの温度、括弧20から25度で発酵させる。うん。ま、もう悪くはないですね。うん。若干まあ苦めっていうのもあるし。まあ、でも、普通のエビス羊羹は間違いなく美味しいでしょ。ラベルが変わったね。うん。やつ羊羹は明らかに美味しいと思います。うん、特に癖もないし、かといってそこまでその、ペールエール特有のその、柑橘系の香りみたいなのが、ほとんどないですね。まあ、若干あるんですよ。でも、くどくないんで、まあ、結構あっさり飲めるみたいな。ビールの味の骨格を作るのは麦芽。エビスビール同様、ビールの本場の、欧州産麦芽にこだわっていますと。ヨーロッパですね。で、厳選したホップ、カスケード。柑橘のような香りと、称賛されるホップ。今回香り付けは贅沢にすべてカスケードを用いています。うん。でも、ペールエールほどではないんですよ。少なめの、香り。うん。柑橘系の風味が、結構、ペールエールに比べると、かなり弱め。まあ、ドイツとか、まあ、そういった、ペールエールですね。通常の 1.5 倍の時間をかけて、ゆっくりと熟成。丸みのあるふくよかなコク。上質な香りに仕上げます。ということが書いてあります。てか、この、エビスビールのグラス欲しいんだけど。これ俺いつ買ったんだったっけな、これな。これ後ろにもね、このエビスさんが書いてあるんだけどね、これ真っ白なんですよ。白。で、ここの線が書いてあるんで、ここの部分を泡にするみたいな。これはいいんですよね、実に。あともう一つ個人的に欲しいのが、ウイスキーの、テイスティンググラス。テイスティンググラスで俺がいつも使ってんのが、アマゾンで、これ2000円ぐらいで売ってる。グラス、テイスティンググラスなんですけど、これで、線が書いてないのよ。線が。だから、個人的にはこういった、線。ここに線みたいな。で、30、60、90とかで、もうぶっちゃけ30と60だけでいいから、線があってほしいんですよね。うん。だいたい1対1で、飲むじゃないですか。俺結構好きに飲むのは、ウイスキーで飲むのだいたい1対1なんで、うん。で、トゥワイスアップっていうね。うん。飲み方なんですが。それがね、非常に分かりづらいと。うん。なんで、ググったんですけど、アマゾンで、売ってたのがとんでもなく高くて、しかもね、何個も入ってるみたいな、十何個入りみたいなとか、はあったんですよ。このプレミアムエールは、
コクは弱めです。結構あっさりしてる。うん。で、個人的にはエビスビールの現在のあのラインナップだと、エビスマイスターっていうやつが一番あの昔のエビスに近かった。あのね、ラベル変える前のエビスに近かったのがこのエビスマイスターってやつなんですよ。で、エビスマイスターに比べるとどう違うかっていうと、やっぱコクがない。圧倒的に。うん。コクがないのと、あと柑橘系を、こっちは感じるんですけど、柑橘系がね。それがないっていうのと、あと香り。うん。あと苦味ですね。まあ、香りは柑橘系の香りしません。で、苦味がこっちの方が明らかに弱いですね。うん。エビスマイスターの方が、断然強いです。まあ、だから、まあ、現時点での売っている中で、エビスマイスターが一番エビスシリーズで一番美味しいと思いますが、最近発売されました。4月の23日発売しました。復刻特製エビス。今日が今4月の25なんですけど、このエビスプレミアムエールが全然売ってなくてですね。もう2ヶ月ぐらい前に発売したやつだから、全然売ってないですよ。でも通年販売なんですよ、これ。期間限定じゃないんです。それなのに、全然見つからなくて、最終的にまあ酒屋行って、買ったんですけど、スーパーではほぼほぼ 100% 見かけなかったです。本当に通年販売してんのかこれっていうレベル。おそらくこれは、通年販売っていうことにしたんですけど、あまりにも売れてないので、店に置いてないんでしょうね。多分。まあ値段が高いのか、まあ、エビスビールが多分高いんじゃねえかな。アマゾンでちょっとググってみましょう。エビスビール、このプレミアムエールというのがですね、あ、変わんないよ。通常のエビスが、350を24本入りで、5378円。一本あたり224円です。それに比べて、エビスのこのプレミアムエールは、一本あたり218円。6円安いです。だがしかし、これ見る限りでは、レビュー件数が全くないですね。6件しかないです。普通のエビスビールが97件レビューがあるんですけど、このプレミアムエールに関しては、たったの6件となってます。まあ、なんででしょうかね。いや、結構美味しいとは思うんですよ、確かに。少なくとも今のエビスがうまいと思う。おそらく。まあ、最近ずっと飲んでねえかな、このエビス。通常のエビスがな。いや、そんなのどうでもいいんだよ。ちなみにこのプレミアムエールについてくる付属のペアグラスっていうのがあるみたいですけど、このペアグラスは、なんていうんだな、これな。これ、この形状はちょっとよろしくないでしょ。これは買わねえわ、俺。なんていうのこれ。これでビール飲むかっていう感じっすね。これ飲まないです、これ。こんなやつで飲まない。今度はエビスのグラス買ってこよう。どっかで。多分付属とかだと思うんですけどね。
だとは思うんです。久々に普通のエビスも買ってみようかな。久々にな。それもいいかもしれない。いや、もう最近飲んでないから、これ飲んで、新しい、普通のやつの飲んで、まあちょっと飲み比べとかでもいいかもしれないですね。これはコクがね、あるように風な感じなんですよ、これ。濃密な香り、コク、その他余韻みたいな。書いてあるんですけど、大してコクないです。うん。甘みは、まあちょっとだけ苦いな。若干。若干苦めでしょうね。香りはまあ、強い。軽か。大体そもそもエビスビールっていう時点で高いんですよ。200円、220円以上するんで、それを考慮すると、これ買うかなって話なんですよ。ということで、3243です。ご視聴ありがとうございました。